義手四十七図、寺坂吉右衛門信業、寺坂信行遠京四年十月六日は、江戸時代前期の人物。赤穂浪士四十七氏の一人、通称は吉右衛門。漢文五年、赤穂藩浅野家家臣で、船方役人、寺坂吉左衛門の子として、赤穂若狭屋に生まれた。母は、川端洋右衛門女。漢文十二年、八歳の時に、吉田兼助の家で、 方向の上世話になるようになった。元六四年、兼助が加藤軍軍隊となった際に、赤尾藩の足軽とされた。赤尾藩内では、兼助の組下で三両二分二人ぶを支給された。またこの年に、浅野屋小役人、下村長次郎の娘と結婚している。また、元禄七年には、吉田兼助の娘が伊藤治向に嫁ぎ、翌年には二人は、 長男、伊藤春雪を設けたが、この解放を、寺坂夫婦が任されている。元禄14年3月14日、主君、浅野長典が、江戸城小塩王廊下で、キラ吉仲に人情に及んで切腹し、赤江藩は海役となったが、この際に、寺坂は、金助と共に、加藤軍に降り、共に、赤江城へ駆けつけた。赤江城明け私を前に、家老、 大石義雄が同志と欠判の偽名を交わしたが、この偽名に、足軽の身分の寺坂は加わっていない。その後、上司の吉田兼介が、晩秋未来へ退くとこれに従う。寺坂は同志に加えてもらえる様子よう強く願い、大石義雄は最初は、寺坂の身分を考えて躊躇したが、その熱意にほだされて、偽名に加えた。寺坂は、吉田兼介に付き従い、足軽の身分ながら、 同志との会合にも出席している。元禄15年12月14日の元禄、阿公事件では、裏門隊に属していた。しかし、打ち入り後に、阿公老子一行が、仙学寺へ引き上げた時には、寺坂の姿はなかった。打ち入り直前に逃亡したという説、打ち入り後に、大石義雄から密命を受けて一行から離れたという説、 足軽の身分の者が内入りに加わっていることを、大石が抗議に、はばかりがあるとして逃したという説があるが、真相は不明である。延響4年に病死、創慶寺に葬られる。戒名は、不死眼、両帝神事、京年83、後年、慶応年間に入ってから、千学寺の義子墓所に供養墓が建てられており、ここでの戒名は、水道大神神事となっている。 寺坂信之は、私分ではなく、足軽身分である。また寺坂は、討ち入り後、戦学寺に行くまでに姿を消している。そのため、彼を、赤楼市の一人として加えるべきかどうかが、事件当時から論争の火種になってきた。あとに、上司の吉田兼介も、吉右衛門は不届記者である。二度とその名を聞きたくないと語り、大石義雄は、敬敗者であり。 構う必要はないと書き残している。一方、伊藤家の資料から四十六死が四家にお預かりになった後、寺坂が浅野長弘がいる広島へ行っていることが確認できる。堀部琴都心の書簡からも打ち入り後、寺坂が寺井元敬のもとへ行っていることが確認されている。寺坂が打ち入りに加わりながら、幕府の追っ手にかからなかったのは全て戦国久その遺行による。 浅野長典の親戚である戦国は、大石が出頭した大目付であり、表情書では、浅野美域の判決を出した人物である。離脱後の寺坂には、大目付、戦国久直の決定により一切の追っては、かからなかった。そのまま、吉田兼助の娘婿の伊藤治郷に、奉公している。伊豆大島に遠投に書された、兼助の維持吉田賢治家にも忠義を尽くしている。 伝統の際の見送り、斜面後の出迎え、伊藤家までの護送、すべて寺坂が行っている。その後、戦国久直の元に出頭したと言われるが、久直は一切罪を問わず、逆に、金子を与えて送り出した。しかしその後伊藤家を離れたようで、教皇8年3月頃には、江戸麻布の総敬寺で寺男を務めている。青木吉正が大正期に書いた土佐師団では、 同年6月頃には、総計寺の口利きで、土佐藩主三内家の文家麻布三内家の第三代、山内豊清に仕えて、史跡を得たと記される。この時に京にまで残る寺坂の親類書が提出されたという。しかし、実際には、豊清は、麻布三内家の大名ではなく旗本であり、当時の三内家の文献、土佐藩五百人帳他には記録はない。 特集岩見のお宝紹介、新行案。参院中央新報。http コロンスラッシュスラッシュ www.sanin-chuo.co.jp スラッシュ www.contents スラッシュ150475890873コスラッシュインデックス html2018 年3月20日閲覧。寺坂吉右衛門の墓。 ゴ津市観光サイト、ゴ津市観光協会、2018年3月20日閲覧、土佐市団、青木義正町、第2号による、ありがとうございます。